皆さんお疲れ様でございました。より良いことになりますように皆さんのご協力をお願いいたします。はい、それではご質問がある方は挙手の方をお願いいたします。じゃあ一番端に出てらっしゃる方、読売新聞社の服部と申します。資料 2-1 で悪性内視、悪性疑い68人という発表があったんですけれども、この結果について中間取りまとめ、放射線の影響と考えにくいとしている評価を変えることになるのかどうか、それを確認させてください。はい、ありがとうございます。本日の議論の中では具体的にそういう話が出ておりませんので、現時点で変更という、議論はしておりません。ありがとうございます。はい、他に質問のある方はよろしいでしょうか。はい、向こうから、はい、前列のここから2番目の方。フリーの正野です。中間取りまとめから時間が経って、今日の議論で、その中間取りまとめの内容と変わってきたところがあると思うんですが、例えば5歳以下 の, 発見はないということだとか、男女比についてわからないということが分かっている、それから、治療の予後について、放置していたらどうかわからないというような、このわからないということも含めて、中間取りまとめとは変わってきているところがあると思いますが、その辺どのようにというか中間取りまとめを変える時期が来ていると思うんですが、いかがでしょうか。はい、何を指して変わってきているというのかあれですけれども、当然中間取りまとめでございますし、一巡目の議論が甲状腺に関して言えばですね、をベースに議論をしたことになりますので、2巡目の結果、そして男女比の話もそうなのかもしれませんが、さらなる検討というのは必要になってくることになると思います。いつ頃まとめをまた今度中間になるのか最終になるのかということも含めてですが、そういう議論に、次回以降2巡目の結果などを見ながら進んでいくことになると思います。清水先生もそれでよろしいでしょうか。清水先生も同じ意見でしょうか。そうですね、同じ意見です。それでは他にご質問のある方お願いいたします。じゃあ2列目の2番目の方。共同通信の平田と申します。よろしくお願いします。今日一番最後のその他の議題の時にですね、この初めですか、国際専門家会議の提言を受けて、その後の県への打ち返しということを議論されていたと思うんですけれども、それは昨年3月から開かれていない甲状腺検査 の, その評価をする部会、検討部会をに、外国人とかその専門家を入れるということではなくて、新たに外部に中間的なというか中立的な、第三者的な立場の、専門家会、検討会、検討部会を作ろうということを県に提案するということですかね。はい、お知りでございます。まさにその通りです。で、先ほど申し上げたように、県、今の甲状腺部会にしても我々の検討会にしてもそうですけれども、県が委託をしてお願いをしている県、調査について、その調査の結果、その他についての評価、あるいはやり方そのもの、その他について政策的なことも含めて判断をするという役割を我々は与えられていると。それとは別に、もっと中立的で第三者的で国際的で科学的で、何でしたっけということは、それとは全く別な次元で行われるべきだというふうに私は考えました。ですから国に相談するという話もございましたが、どこでどういうふうに相談するかは別として、県としてはそういう、特に甲状腺について放射線の影響についての現時点での最新のレビューをしっかりとしていただく、そしてそれが県民の理解、あるいは国民の理解につながるということをやはりきちんと目指すべきだという意味での新たな打ち返しというんですか、というふうに理解していただいて結構です。すいません、まだちょっとお待ちください。
何をとしたんだっけ。あ、すいません、じゃあ大丈夫ですか。よろしいですか。はい。じゃあ他に質問のある方よろしいですか。じゃあ最前列の右から4番目の方。はい。同じことの質問ですけども、星先生が今日最後の議題で、私どもにとって話の流れを膨張してて突然言われたように思えるんですけども、言われたことを並べれば第三者的、中立的、国際的、科学的、後から付け加えて今日的とおっしゃいました。でこれはほとんど議論の流れ聞いてても他の先生方がお一人以外除いて意見も言われない中で、県にそのまま県の見解を聞かれて、県が国とも相談しながらやりましょうと受け止められてですね、どうもそのこれはですね、まず星座長に確認したいのは、星座長の要するに個人的な発案、思いつきから出られたことなのか、それともこのお話の流れからシナリオがあるような気がしてならないんですけど、事前に国や環境省、国とか県とか話し合われた上で、星座長がこのシナリオを作られたと、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。どういうふうに捉えられても結構だと、前回の発言もお前の思いつきだろうというふうに言われたわけですけれども、やはり私も福島県内で生活をさせていただいて、新聞も読みますし、さまざまなことを考えさせていただいています。その中で他の発言しなかった皆さんにもう一度ここで聞いていただいても結構ですが、私自身のそのモヤモヤした感じというのは、やはり我々が与えられている使命というのと、それから果たすべき役割の間といいますか、その中を埋めるようなものってやっぱり必要だろうと思っています。ですから私が思いつきでって言われると困りますね。長く前回の議論も踏まえてですけれども、この検査のやり方を見直すとか評価をどうするっていうこととは別な次元の理解を深める必要性を強く感じたというふうに理解してください。星先生の動機は十分分かっております。それで検討委員会、つまり県民健康調査検討委員会のそれがミッションなのか、例えば国連には国連科学委員会、それから国際学会としてはエピデミオロジーを出している津田先生なんかが論文を出しておられる国際疫学会とかいろいろあります。そういうところの提言があるんですけど、もっと言えば隣にいらっしゃる清水先生がですね、甲状腺がん評価部会についてですね、自分の座長の職を投げ打って改革を求められてますね。そしてまさにもっと甲状腺がんの専門家がいないじゃないかと、ご自分も甲状腺がんの専門家だけど、だから自分の立場を投げ打ってですね、そういう改革の提案されてるのに、それについての議論は今日もされずにですね、一体じゃあ甲状腺、今日春日委員からも質問がありましたけども、この甲状腺評価部会との関係においては少し説明されましたけどね、甲状腺評価部会はいつ再開してですね、清水先生の辞表はですね、どういう扱いをされるのか、その点についてちょっと明確なお答えいただけないかと思います。はい、ありがとうございます。辞表というのは私は実は受け取ってないんで、辞意を、どこかで表明されたということなんだろうと思うんですけどね。あ、そうですか。あ、それは言葉を知らなくて大変申し訳ありませんね。で、私がこの甲状腺評価部会についてお願いをしていたい、したいのは、2巡目の検査結果に相当程度揃ったときと、今想定しているのはやっぱり3月ぐらいになるのかなということを思っていますので、その前後に議論をまた再開していただくということになります。お伺いしているのはそういうことじゃなくて、階層、つまり専門、さっきおっしゃったようにね、まさに清水先生も逆に言ったらもっと臨床を知っている中立的、科学的、今日的ね、国際的な人は日本の中にもいらっしゃるんですよ。ここの検討委員会に属しておらっしゃる方よりもはるかに多くの国際論文に目を通していらっしゃる方が日本国内各地の大学にもいらっしゃるんですよ。で、清水先生はそういう形で甲状腺がんの元専門家をね、疫学の専門家、津田先生いらっしゃいますけど、もっと増やすべきじゃないかとかっておっしゃった、その階層について会社については座長といいますか部会長ともご相談の上、まだ辞めてないんですよね。部会長とご相談の上どうするかということは考えたいと思います。ですからこのままの形で、再開をするということという選択だけではないと思ってます。すいません、今部会長はまだお辞めになってないっていうんですけど、部会長というのは強制できないと思うんですけども、辞意を表せられた段階で清水先生隣にいらっしゃるので、ちょっと清水先生のご見解をお伺いしてよろしいですか。つまり 県庁の方に取材するとですね、どうも受理してないとか預かりだとかっていう回答されて、
県民の方からの通報で私知ったんですが、県民の方が県庁に小林課長などに電話をかけて問い合わせすると、あの例えば北海道新聞とか朝日新聞出たのあれは誤報であるような趣旨のことをおっしゃってですね、その清水先生はあのお辞めになっているので受理されてないというんですが、その辺の扱いっていうのは一体正確にどうなってるんでしょう。いや、あの星先生よりもそれをそこは清水先生と検討局にお伺いしたいと思います。あの小林課長と。まず私が受けることになってますからね、ルールですから。すいません、わかりました。じゃあ清水先生どうでしょう。ですね、あの確かに辞めたいとあの星先生にご相談したことがあります。あのでも辞表を提出したとかそういうことはありません。で、一つだけ僕はここではっきりあのちょっともう一回申し上げておきたいのはですね、今日から新聞で、考えにくいということを不満に思って辞表を提出したというふうに書かれてました。あれは非常に誤解を招くので、僕は自分たちで、甲状腺評価部会であれも考えにくいということをまず中間報告として自分たちが出したわけですよね。で、私座長でしたし、でまとめてみんなでまとあの検討して最終的な案を、県民健康調査検討委員会に提出して、で県民健康調査検討委員会で星先生からそれがリリースされたという過程にある中で、あの決めた自分がそれに不満を持つわけがない。当時はその時にはそういう考えでした。だからあのそれに対してその自分で決めたことに対して不満を持って提出意見をやめたと辞意を表明したということはありません。で、あの確かにこれちょっとあの委員会に関して構成メンバーが偏っているということは申し上げました。つまりあの私は臨床科で甲状腺の外科の専門家ですけれども、座長の立場となかなか自分の意見を言うことができないのと、その意見をまとめなくちゃいけない立場にある人間があの座長をやっているとですね、あの臨床としての意見をなかなか言えなく言うチャンスがないわけですよ。星座長もきっとそれを分かってらっしゃると思うんですね。座長をやってらっしゃる立場 の方はですね、なのでそういう意味でこのままでは僕はこの評価部会はあのやっていけない、継続している自信がない。ちゃんとした、ちゃんとしたって言い方はおかしいんです。みんなあのちゃんとした意見をいただいてまとまったものですけども、ちょっと偏りがあるんじゃないか、もう少し臨床家を入れていただいて、同じ土俵であの意見をあの議論を戦わせたらいいんじゃないかというふうに思ったわけです。座長としてすみません、すみません。もう最後です。座長としてお残りになるのはメンバー構成が変わってからということですよね。で、それは県としてはどうなんですか、小林課長。そこちょっと明確にしてください。あのですね、あのちょっと手続き論なんですが、この検討部会については要望で決まってます。で、任期がですね、あの検討委員会の選手の2年です。で、実はですね、去年の今年の7月ですか。にかあのあ去年の7月にです、ね、一旦切れて、それ以降新たにですね、今あの先生やってます。ただそのそれ以降ですね、新たにその日記に入ってから一度もですね、部が開いてません。ということはあの手続き上は今現在、座長はいないということです。ですから新たなあの日記に入った時第1回目の部会でそこで飯野先生が、ね、来てもらう、あの決めてもらうということです。はい、他に質問のある方挙手願います。と向こうから3番目の方。あ、はい、ドイツテレビの西里と申します。あの星社長にお聞きしたいんですけれども、先ほど、まあ、より良いことになるために、切り分けをしてあの別の組織を作った方がいいんじゃないかというようなことをおっしゃったんですけれども、この放射線に関についての健康障害という意味においては、広島、長崎、そしてビキニ、そしてあのこの福島を経験した日本という国がまさに最前線でないんでしょうか。そして例えば甲状腺の、
こう執刀ですね、執刀の例から言って、鈴木先生がいつも執刀されているのかどうか、お尋ねしてもお答えはいただいてないんですが、これほどの人数の方を執刀されたお医者様、この若年層もですね、世界中に いるわけなんでしょうか。ですからこの切り分けたいっていうその本当の真意っていうのはどこにあるのか、そのエビデンスという意味においても、それから科学的であるかどうかっていうことにおいても、このもう本当に現場は福島にあると思うんですけれども、その緊急性というものに対するなんていうか、緊急危機感というのを持っていらっしゃるのか、今患者さんが出てるということで終わったことに対する振り返りをやっているわけではないので、その辺のお考えをお聞きしたいんですが。非常に抽象的なので質問として私もどう受け止めていいのか分かりませんが、切り分けて何を何かそのどっかに責任転嫁をするというような意味合いで申し上げたつもりはありません。まさにおっしゃるように現場はまさにこの福島でにあるわけですし、我々はそこで行われている各種の調査の運用についての意見を述べる立場にあります。でその役割を私は放棄するつもりも、それから私のそのことによって私たちの役割が小さくなるとも思っていません。それとは別に、つまりそういうこれから先のことも踏まえてですか、考えるとしっかりとした議論、例えば影響がないとか、あるいは考えにくいというような表現について言っても、我々のそのベースになっているところが必ずしもその皆さんの共通理解になってないというようなこともあるんだとすれば、それは解決をしておくべきだろうと思うので、その意味で今回のこの福島の事例についての検討をしていただくということが主眼ではありません。そういうつもりで、つまりそこに責任を転嫁したり、我々がその分責任をどっかに押し付けるというようなつもりで提案したわけではありません。ちょっと質問の意図を誤解されていると思うんですけれども、私がお聞きしたいのは、この福島、今例えば星先生の周りにいらっしゃる専門家以外、誰を持ってきて現状がよく見えてくるというふうな認識を持ってらっしゃるんでしょうかということ。そしてその緊急性において何をしなければいけないかっていう、その認識といいますか、そのような第三者的な新しいものを立ち上げるということで解決される、そういう問題なんでしょうか。何かその危機感というものがお持ちなのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけど。危機感があるからこそ私はそういう議論も一方で進めるべきだと言っているつもりです。一方でです。だから先ほどから申し上げているように、それによって私たちの役割や責任が、変わるものだとは思っていません。しかしながら国際的なさまざまな意見、あるいは多くの人たちから意見が出ている中で、きちんとした議論が、国民県民の、特に県民だと思いますけど、県民の理解を深めることに資するような、そういう役割を担ってくれるその中立的なものがあったらいいんではないかという私は提案をしました。危機感がないわけでも緊急性云々というようなことに、で我々がそれを免れるというようなつもりでございません。はい、では他に質問のある方よろしいでしょうか。はい、じゃあ左から2番目の最前列2番目の方。フリーランスの相原ですけれども、これ小林さんになるのかと思いますけれども、今現段階でこれまでやってきたこと、県民健康調査でやってきたことで、今後ですね、やめるというふうに明確に決まっているもの、また今後新たにやるというふうに決まっているものについて、教えてください。これは資料6の1ページ、基本調査ですね。県民全体の回答率向上を目指した取り組みは
平成27年度までで終了しというふうに書いてありますので、まあ、それも含めちょっと整理して何をやらないというふうにもう 決めたのか、それと新たに何をやる、まあ、一つにはちょっと前にも質問したんですけれども、あの学校検診打ち切りというあの、縮小という議論があったときに学校検診についてどうするかというようなことについても質問がいくつか出たと思いますけれども、その学校検診の縮小というのがあるのかどうかというのをずいぶんあの、お母さんたちから質問が出てたかと思います。で今県の方にもいろいろな要望書が出されておられて、あの今回の委員の先生方にも回覧されたというふうに伺っております。その点について、教えてください。はい、じゃあ資料6のについてですので、県の方からお答えください。はい、あの資料6として今回の説明させていただきました。で今そのやるかやらないかということで言われたんですが、基本的にあのやめるということはありません。で先ほど具体的にですね、健康、基本調査にその県の対応ということで27年度の終了しって書いてあるんですが、これはあくまでもそのこうあの県民全体というか回答率向上を目指した取り組みということで、今までですね、回答率を向上するために、マスコミさんを利用してですね、いろんな広告とか出してですね、いろんなところで向上率対策を行ってました。で今回その中間取りまとめの中で、なかなかその受診率が上がらない、回答率が上がらない中で、どこまでやるのかという話もございました。でそこでですね、そういった積極的な回答率はもうやめようじゃないかということもあったんで、その辺のですね、マスコミ等さんを利用したあの積極の会社の回答を対策をはやらないと。それが27年度まで終わっては終了したと。でただし、その甲状腺検査の書き方進行につきましては、特にその被曝の影響が高いですね、あの子どもさんについてはやはりやっぱりそういった線量の評価は必要じゃないかということで、これだけですね、引き続き残しておくという意味でございます。学校検診につきましては現段階で、やめるとかですね、縮小するところは一切考えてございません。他に質問ある方よろしいでしょうか。一列目の一番端っこの方。報道ステーション平野です。よろしくお願いします。最後のテーマに私も聞きたいんですけども、今年1月に国際疫学会が国と県に、書簡を送っていると思います。でそれについて国県に取材しましたけれども、以前からずっと返答したっていうことは聞いてないですね。これが返答したのか返答してないのか教えてください。それと関連質問なので、国際専門家会議については学会でもない国際的機関でもない、提言書にはこう書かれている、専門家からの質問、それぞれの所属する組織の決定や政策見解を代弁することではないと個人の立場で言ってるだけです。このような恣意的なね、一般人の集まりと言ってもいいでしょう。まあ、専門家ではあるけれども、どういうふうに選ばれたかもわからない。そういった方の提言にはすぐに反応して、国際疫学会というきちんとした学会の名前で出されている、国と県に出されているものには反応しない。これはなぜなのか教えてほしいですね。でしかも今回井出さんが最後におっしゃいましたけども、星さんもどのような部会なのかがわからないけれども、その部会にはその国際専門家会議のメンバーだけを入れてしまうと、まあ事実上の縮小論部会、8月に民友に書かれた星さんのインタビューに書かれた縮小論部会ができるっていうことになりますね。と先ほどおっしゃったように、いろんな要望書が来ているということを委員に回覧されたっていうおっしゃってますけれども、そこにはきちんと疫学会の人間をきちんと入れてほしいという家族の会の要望も委員の方の目には入っているんでしょうか。教えてください。まず、どなたですかね、お名前をおっしゃっていただけましたかね。報道ステーションの平野です。ごめんなさい。ですね、私がはその別に このことに直接的に反応したつもりは基本的にありませんので、
被害界のうんぬんという話に、比べてどっちがどうだっていうのは意識を持っているわけではありません。それが1点、それは申し上げております。でそれについてうんぬんという話の県としての対応については私は分かりかねますので、県の方から、どういうことになっているのかはお答えいただきたいと思います。県と国にも教えてほしいです。疫学会の1月の所管に反応したのか反応してないのか、環境省の方いらっしゃいますよね。県の方から変えられたら県の方で結構です。今年の1月にですね、多分2月の初めだと思うんですが、国際環境疫学会から所管という形でいただいております。これ県とですね、国の方に見ていると思います。その中身についてはですね、各委員の先生方には情報提供ということでやっております。ただうちとしてはですね、さまざまな、これ以外にもさまざまな団体とかですね、これはいろんなことができてます。その一件一件はですね、対応しておりません。ただ中身については参考にさせていただくということでございます。なぜ国際専門家会議だけこういうふうにピーキーに反応するんですか。一緒にやっぱりちゃんとした国際環境医学会の対応をしないと、これなんか恣意的に感じますけれども、いかがでしょうか。ちょっと誤解をされているような気がするんですが、してません。質問ですから。いや、わかりませんが、恣意的じゃないですかっていうふうに聞かれたので、恣意的。だから疫学会を無視したまま、無視をするされると恣意的に感じますよっていうこと。いや、無視をするとかなんとかっていう話ではないと思います。私は誰を入れて誰を入れないかなんてことを申し上げるつもりも、それから検査そのものの方向性について検討してもらうというようなことで、そういう趣旨で発言したつもりはございません。この先どういうふうにするのかというのはあくまで検討会の中で、検討を皆さんこの本会ですねの中で、さまざまな立場からその意見をいただいて最終的に決めることになると思いますので、そこを新たに作るところにですね、丸投げして、それも恣意的に何か誰か集めて、なんとかの方向、こっちの方向っていうようなことを想定していくというわけでは全くないです。話とすれば、何度も同じことを言いますけれども、もっと理解を深めるために必要な議論を広くしてほしい。それもその時は中立、第三者的、そして恣意的じゃないです。恣意的です。もしもし、静かにしてください。今の言葉はちょっと別としてですね、私はそういう方向で考えてもらうというつもりで提案をしましたので、そういうふうに言われるのはちょっと私としてはそういうことではないと申し上げます。そしたら国際環境疫学会の、すいません、すいません、質問は関連で1問までということだったので、また何人言ってるの、話が終わってないじゃないですか。後ほどまた国際環境疫学会 の、 提案は今のところ無視はしないということで検討したら考えていいと思っていいですか。その先生がおっしゃってるその新しい部会なり何なりという機関について、いや、私はそれは今後県に打ち返しましたから県でご検討いただくということになると思いますが、私はそういう理解を深めるために必要な議論をしてほしいと申し上げているだけです。ちょっと待ってください。はい、今 の、 本田さんはそういう発言してますけど、じゃあ1問だけまとめてよろしいですか。はい、はい、そんな発言が矛盾されていることに気づかれた方がいいと思うのは、星さんはですね、この今日的科学的中立的とかっていうことをおっしゃっててですね、で福島のこの現場から離れて、多分放射線と甲状腺被曝の関係とかそういう人をみんなが認めるような客観的な方を集めてやりたいとおっしゃってると思うんですけども、もしそういう人だとしたら別に福島でやることないじゃないですか。福島というまさにドイツテレビの方がおっしゃってるのは緊急性、福島でやる緊急性がそれがあるのかと。国連にはアンスケアがあって見解出してます。 WHO はリポート出してます。それぞれ議論があって反論があって、エピデミオロジーの国際疫学会とも意見が対立している。そういうものを屋上屋に作ったところで、ペントハウス作ったところでですね、余計混乱するだけじゃないですか。それをまとめ上げて県民を説得するようなその指導力っていうか、そういうのが、それがまさに県民検討委員会の健康
県民健康検討委員会のミッションでしょうが、矛盾してませんか。もう現場、福島の現場から離れた国際的な部会をもう一つ作るんだったら、ニューヨークでもジュネーブでもいいじゃないですか。なぜ福島にそれを呼んで、県の事業として県が率先して、まあ、日本の国でもいいですけど予算使って行われなければならないんです。その説明をしていただきたい。どこが設定をして誰が金を出すのかというのは私は分かりませんけれども、つまり私は先ほど申し上げたように自分たちのこの委員会の何て言いますかね、役割を放棄する気はないです。で、我々は何をしてきたかといえば、もちろんさまざまな議論をしてきましたけれども、この検討委員会で議論していることっていうのはやっぱりそのいろんな意見をもとに、まあ、政策的な判断というのがどうしても入ってきてしまうんだと思うんですね。なのでとすれば科学的な話は科学的なところでやってもらって、それを我々は引用するといいますか、報告を送るという形でやりたいと。いや、国連科学委員会もさることながらさまざまなところでされてますけど、私は十分なそれこそ福島での理解が進んでいるとは言い難いと思います。はい、それでは他の方よろしいでしょうか。ちょっと待ってくださいね。いいですか。こちらから。はい。じゃあ、はい。こちら、はい。その方、はい。ラジエーションプレスのぬくしなと申します。今日 の星さんのお話でですね、私が非常に意外に思ったのは、気になったのは、福島のこの今の検査結果と切り離して、その新しい委員会を何か考えるというふうに言われたんですね。だけど今、一番肝心なことは今、本田さんが言われたように、まさにこの今、福島で見つかっている甲状腺がんについてね、どう考えるのかということが、この検討委員会の課題でしょ。それで、それについてですね、これは放射線被曝を学習する会が出している文章に載ってたグラフなんですけれども、この横軸に、検討委員会で発表された甲状腺検査結果 の発表日じゃなくて集計日ですね、集計日を取って、で縦軸に一次検査を受けた10万人あたりの、悪性内視、悪性疑いの人数を取ると。つまり、まあ、縦軸はいわば発見率ですね。でそうしますと、第9回までは、まあ、ほとんどゼロに近いんですね。で9回以降、直線的にどんどん発見率が増えてくる。これはどう見てもやっぱり、この2012年の10月ぐらいまでが甲状腺がんの潜伏期であって、そこから急激に増えてきているというふうに見えるわけです。だからこういうこと、これはね、とすると、これはどうも放射線の影響なんじゃないかと。で、例えばその国際会議の提言で言ってるみたいに、この高性能の超音波装置を使ったから、そのために発見率が増えたんだと言うんだったら、これはこの最初からね、検査を始めた最初からも、この第10、最後のと同じように、10万人あたり35人ぐらい見つかってなきゃおかしいわけですよ。そういう、こういう実際に出てるデータからね、まず考えていただきたい。で、このグラフについて、例えば星座長はどういうふうにお考えになりますか。すいません、どういうものなのかわからないので、すぐには返答できませんが、まあ、ご意見いただくのは悪いことではないので、ご意見いただきますので、あれですけれども、今私が提案したことを、それこそ誤解されているのかもしれませんけども、我々はこの評価をするために必要な前さばきをきちんとすることと、県民にきちんと理解していただくということは不可欠だというふうに思っていますので、そのプロセスをきちんと踏みたいと、これは今だからこそできることだろうと僕は思っています。それは結局ね、占領でもってね、本当にことにしかならないんですよ。実際にその福島で見つかっている甲状腺がんの実態からね、出発してくださいよ。実際にその手術の中身だって、鈴木さんがあちこちで話してるじゃないですか。
そういうところから出発すべきだと思いますよ。はい、じゃあ次の方よろしいでしょうか。じゃあこちらから4番目の方。あ、すみません、フリーランスの木野ですけれども、大鶴先生にちょっと確認というかですね、お伺いしたいんですが、エコー検査の機器について、まあ、今日の説明だとその見えないものがあって、それが見つかったんだというようなお話だったのかなと理解したんですが、要するにその見えないものがあるにもかかわらず、これだけの数が見つかってるっていうことは、一方ではその、スクリーニングで見つけなくてもいいものを見つけてるということにはならないんじゃないかと思うんですけれども、言葉として矛盾してると思うんですけど、その辺見解はどうでしょうか。どう考えてればいいでしょうか。大鶴先生、今ので答えられればどうぞお願いします。見えないものが超音波検査にしてもですね、他の画像診断にしても腫瘍はあるけど見えないということはあり得ると思います。それは、まあ、腫瘍マーカーとかがあるような腫瘍に関しては、ね、そういうことはよく経験するのでそういうことはあると思いますが、それとですね、今お話になったその今日も検討委員の皆さんがご議論いただいた長期のプログノーシスの時になってで診断しなくてもいいかもしれないですね、がんといえども診断しなくていいやつもあるかもしれないというものはちょっと別の問題というふうに捉えています。いや、よくわからないんですけど、おっしゃっていることは要するに以前はですね、精度が高いので見つけなくてもいいものを見つけているというような説明をされていたわけじゃないですか。でにもかかわらず、その一方では見えなかったものがこれだけの数が出てくるというのはどういうふうに理解していいのかがわからないので、整理して分かりやすくご説明していただけないでしょうか。明らかにその話が矛盾していると思うんですけれども。すみません、僕に対する質問じゃないんですけども、僕の経験をちょっとお話ししたいんですけども、甲状腺のエコー検査ってたくさん私も自分のところで経験してますね。で、まあ、精度も良くなってますし、かなり小さいのに見つかります。でもそれで検査をしてなかったものが後から出てくるんですから、それは見逃しでなくて、見落としとか見逃しでなくてですね、その時に小さかったものはエコー、それでもエコーで確認できなかったような小さなものは1年か2年の間に大きくなって見つかり、その精度の高いエコーでやっと見つかるようになったというふうに判断する以外ないと思います。今のご意見は、どうしましょう。清水先生の個人の意見ということではあるんですけれども、一方で、そうなんです、要はですね、その今までの議論で出てきた話だと、そういう話ではなくて、以前からあったものがたまたま見つかったんだろうって、要するにスクリーニング効果みたいな話というのが出ていたわけで、今の今回見つかったのは、本格検査で見つかったのは1回目の時に A1 とか AB とか、いわゆる、まあ、不正とか結節として捉えられてないものが見つかったというふうに僕は聞いてますけど。ですので、そのスクリーニングということでは片付けられない問題だと思うので、その辺、その大鶴先生にどう考えたらいいのかというのをお伺いしているんですけれども。スクリーニング効果っていうことを議論するときにですね、まあ、通常はがんの検診も大人でやられることが多いので、その大人のがんでもいろいろがんのスピードが様々なんですけれども、比較的ゆっくり大きくなるものに関してはスクリーニング効果、例えば短い期間で検診を続けていけばスクリーニング効果が次の時は見られなくなるということはあります。ただその子どもの時期にですね、まだその大人のような状態になってない時期のにスクリーニングをするという時は、その通常のスクリーニング効果と同じように考えてですね、いけないということがあります。
通常と同じように考えてはいけないとどうなるんでしょうか。どういうふうに考えればいいんですか。例えば先行検査の時に、まあ、10歳ぐらいからこの精密な超音波検診をすると、20歳ぐらいまでこう数が、ね、年齢依存性に増えていましたね。でそれはですね、それが、まあ、子供である時点で検査した時そういう形をしているということは、年齢が上になればまた次にですね、画像診断で診断されるものが出てくるというそういう状況なので、それはそうすると先ほど清水先生がおっしゃられていた、以前はなかったものがこの1時から20名の間に出てきたというふうに考えていいわけですか。だからその例えば0から例えば0ミリから10ミリになったとかいうことではないということです。わかりますか。例えば10ミリの結節があったというときはで前回が検出しなかったということは、それはその住民の結節ががんになったというのはきちんと医大で検証されてるんですか。今のお話は10ミリの結節が例えば細胞診してがんで、手術してがんだというふうになったときにですね、その前回の検査で、いやですので、その今のお話というのは医大で検証され された結果なんですか。個人的な意見なのか、それも医大で検証、今のようなお話というの、要するに今のような大きくなる経緯ですよね、それが検証されてそういう結論になったということですか。どう理解したらいいでしょう。はい、今の臨床結果の中でそう判断されたんですか。臨床的な現象ですから、それはもちろん臨床家のですね、判断の見解と言われればそうなりますし、そうでいいですか。臨床の見解、要するに医大としての臨床の見解ということでよろしいですか。医大としてここではその思いつきで答えられても困るので、きちんとその議論をした結果なのか、検証してないのか、したのか、その辺を明確にしたいのでお伺いしてるんですけど。ということは、その、まあ、結節なりがんなり その超音波で見た時の自然経過をがどうなるかっていうののエビデンスを知りたいということですね。論文になってるのを知りたいということですね。臨床の経緯を聞いてるんですけど、私が何回かの時から一回に質問した時にはつまり A1、A2 ですから、最初、その2回目に見つかったんだから、新しく発症したんだというふうに、僕は理解してましたけど。大沢先生、それでよろしいですかね。新しく発症したということで。いや、いいか悪いかだけお伺いしてるんで、簡単に、新しく発症したということでいいですか、1巡目から2巡目の間に、前、A1、A2 だったものが。画像診断としては新しく検出したということです。新しくは検出したしようとして、検出したんじゃなくてがんになったということでいいですか。すいません、静かにしてください。質疑応答中です。新しく腫瘍ができたというそういう判断でいいですかということです。これまでそうではなかったものがそうだったということでいいですかと。そうじゃなくて、どういうことですか。新しく検出したということです。はい、そう、新しく検出したの意味がちょっと先ほどとご説明変わってしまって分かんないんですけども、新しく検出したっていうのは今まで検出できなかったものが検出したというふうに日本語では取れるんですが、新しく生まれたのか、はい、それは生まれたかどうかは分からないです。それは医大としてはそういう結論にしたということでいいですか。じゃあ画像診断というのは全てが全て、例えばがんの赤ちゃんがいたとしてもそれは見つかるということはないんですよね。ですからそこら辺が分からないというのは私、単なる勧誘なんですけども、そのぐらいな画像で判明できないようなものがあった可能性はあるでしょうというふうに理解していただければと思うんですけども、それは分かりません、はっきり。質
一つだけじゃ確認させてください。先ほどの清水先生の意見と大鶴先生の要するに大の意見は同じだと考えていいんでしょうか、それとも違うと考えていいのか。まあ、同じと考えてもらっていいと思います。つまり、はい、新しく発症したって前に見つかってなかったことなので、それはまあちょっと新しく発症したと断言するのは言い過ぎかもしれませんけれども、前回の質問、何回か前の質問では最終的に返事をそういうふうにいただいた、回答をいただいたんですよ。でだけども今、堀川先生おっしゃったみたいに、エコーで見落としたあるいは見つからないような小さいやつだってあり得ますよね。 100% 全部見つかるわけじゃなくて一部に。でそれが多くなってきたことをっていう可能性ももちろんあるので、それは新しく発症したのか小さいものがその最初の検査の時にエコーで同定できなかったような小さいものが多くなってきたかとかも含めて AYA というのが新しくがんに見つかった、そういうふうに理解してください。はい、他に質問のある方よろしいでしょうか。はい、2列目の一番端っこの方。フリーランスの鈴木と申します。よろしくお願いします。なんか今日はあんまり日本語のキャッチボールがうまくできないようなので、これを伺ってもきちんと答えていただけるかわからないんですけれど、僕は星座長に伺います。今日の議論とあとこの会見の中でも県民の理解という言葉が何回も出てきます。で先ほどの議論の中では県民の理解がもっと深まるような委員会を県の方で考えてほしいという言い方をされました。そうすると県民の理解というのは 何を指してらっしゃるんでしょうか。それは過剰な不安を抱いているということを指してらっしゃるのか、そこが全くわからないので、座長がおっしゃってる県民の理解が深まるというのはどういう状態になったら、あ、県民の理解が深まったなとお考えになるのか、何をもって今深まってない、理解が深まってないとお考えになってらっしゃるのか、そこを分かりやすく教えてください。難しいですよね。そういうふうに日本語のやり取りが難しいというのを分かった上で あえて答えさせていただきますが、県民の理解が深まるというのはもちろん不安に思ってらっしゃる方がいる、いろんなことを考えてらっしゃる方、その不安が払拭されることとか、それから問題がないねっていうふうに思ってくれるっていうことを目指すことではないだろうと思います。それはそうではないんだと思います。要は放射線との影響について、いろんな人がいろんなことを言っている中で、何をこうきちんと理解をすればいいのか、信じればいいのか、頭からもう知りたくないという人たちもいるのかもしれませんから、その人に何か言って何かをするっていうことでもないんだろうと思いますが、やはり5年経って、一番私も感じますけれども、集団で集めてですね、何かこういうないんだよみたいなことを言ったところで、理解というのは深まらないというふうに私も感じています。なんて言いますかね、どっちが正しいとか正しくないとかっていうことじゃなくてですね、やはり非常に不安を持っているという状態の中で理解をしてもらうというか、というのは非常に難しいことだと思います。ですから何があったら理解が深まったというふうに評価するのかっていうのは難しいし、それは一言では多分言えないんだろうと思いますが、そのステークホルダーである私たちがだけの議論というのではやっぱり深まらない部分があると思いますし、専門家が本当に専門家の言葉で専門家たちの間で言った結論がこうだから、例えばアンスケアなんかもそうかもしれませんが、こうなんだからそれを信じろと言われてもなかなかそのまま受け取れないというのも正直なところだと思います。したがってそれを読み解くっていうのは言葉があれかもしれませんが、解き伏せるとか、なんて言いますかね、理解を強要するみたいな話ではなくて、本当にそういう議論に参加してもらって、それぞれにお考えいただいた上で理解をしてもらうということがやっぱり必要だろうというふうに思っていますので、それに資するようなものをお願いしたいという趣旨でお話ししたつもりです。ごめんなさい、今のすごく言葉遣いは優しくてですね、柔らかい表現は使ってらっしゃいますけれども、ただ私の理解では、これだけの専門家が集まって大丈夫だと言ってるのになかなか理解してもらえないというようなお気持ちを今吐露されたように聞こえたんですけど、それは違いますか。それは違います。
ごめんなさい。今そうおっしゃいましたよね。でもいやでもあの影響がないっていうようなことを強要するつもりもないと申し上げました。だからアンスケアのレポートにも書いてあるでしょっていう言い方は正しくないだろうし、いろんな意見をお持ちの方がいらっしゃるんでしょうから、きちんと議論したいと、そういうことを申し上げました。ただ県民の理解は得られてないということですよね。強要はしないけれども自分たちは影響はないと言ってるのに理解してもらえてないということですよね。いや影響がないというふうには言っていませんが、あの今まで知られている知見に照らせばそれは放射線の影響とは考えにくいということを申し上げています。でこれは今までの知見に照らせばという部分についてのやはり説明なり理解なり、それから本当の意味でそれが正しいかどうかということももしかしたらあるかもしれませんが、そういうことが前提になるというあの見解ですから、その意味でのその前提となるというところについて再度理解をしてもらう、理解といいますか、あのまあそうですね、そういうことをするっていう、つまり、専門家に集まって議論していただくということにガソリン資するんじゃないかということを申し上げました。でお伺いさせていただきたいんですけども、あの結局まあいろいろキーワードとか出していただいて、あの科学的だとか中立的だとか云々という話をしていただいたりしたかと思うんですけど、結局あの具体的に何を議論するのかっていうのがよく分からなかったんですよね。で結局そこの段階で皆さんイメージしているものが違うと、ここまで議論するのはしすぎじゃないかっていうようなお話があったり、この議論はここですべきじゃないのかっていうご意見があったりするのかなっていうような印象があったので、あのできるだけちょっと星さんが今考えてる今設けようとしている新たな組織では、あの具体的にどんな題材を当たって扱って、で、まあ、調査とか検査とは違うとおっしゃってたんだけど、その違いがちょっとよくわからなかったんで、何を議論するのか。で、これまで、例えば、ここの部会、ここの、県民健康調査の、甲状腺検査評価部会の方で中間取りまとめを作っていたり、あと、まあ、環境省さんの方で専門家会議を開かれて、そこでも報告書を作っておられますよね。で、その中の前半部分で、WHO だとか、アンスケアだとかの議論を扱っていて、その上で、国内での議論を入ってたものもあったかと思うんですよね。で、ご意見をお伺いしていると、その環境省の会議の中での報告書、中間取りまとめの要は前段部分みたいなことをやるのかなというふうにも思ったんだけど、ただ今日防衛権の話を出されたんで、またちょっと違うものなのかなっていうふうにも思ったし、ちょっと富士さんが具体的にイメージされているものをちょっともう少し詳しくあのお伺いしたい。で、それは国際会議の話出されましたけど、まあ、それを例にとって、おっしゃっていただけると皆さんもイメージがしやすいのかなと思うので、よろしくお願いします。非常に難しいんです。というのは、具体的にどんな議論をするのか、何をテーマに扱って誰を集めてというようなことになると、それを今ここで、経験にといいますか、私自身もあの、まあ、いわば具体的に誰を集めてどんなテーマを与えてどんな議論をというようなことでお願いをしている、お願いというかお話を返したわけではありません。というのは、やはりそのつまり私が誰かを選んだりとかテーマを決めたりとか何とかして、あのこういう会を作ってくださいというような具体的な指示というか、具体的なアイデアとしてこの県民健康調査委員会から県に打ち返したというよりは、我々が今やっている議論というものは基本的に 県から委託を受けて、依頼でやっている県民健康調査の全体についてですね、全体について
まあ、その評価、あるいはその検査の方法、あるいは調査のやり方、あるいは今後の進め方、まあ、そういったものについて、まあ、意見を出すという立場にあります。それに、まあ、ふさわしいかどうかは別として、私を含め多くの先生方にご協力をいただいているという状況です。で、その一部として、甲状腺に関して言えば、甲状腺の専門家にその一連の流れで、議論をしていただいた上で、政策的な判断を含めて県に意見を具申するというのが我々の役目だというふうに私は認識しています。で、国際的なやり取りというものを我々はベースに、あるいは国際的な共通認識というのは、まあ、これ自身が例えばどちらかに偏っているというふうに言われればそうなのかもしれませんので、それはあえて議論しませんけれども、今までの国際的な考え方に照らして、これは放射線の影響とは考えにくいということを我々は、まあ、組織としてといいますか、この検討会としてお話をしていますが、これは基本的に言えば、実際にその、なんて言いますかね、その前提となる部分について、いわば具体的に、あるいは公平に公正に議論をした結果として我々がその議論しているというだけではないというか、そうでない側面がもしあるのであれば、それはちゃんとしっかりと理解、議論をしなきゃいけないというのが一点です。その時に我々は外部に第三者としている人たちの意見としての議論を、まあ、いただきたいというのが一点で、それをベースにまた考えるということになるんだと思います。で、もう一つは県民の理解ということを申し上げました。それはやはりさまざまな国際機関の議論その他について、この間の福島国際なんとかもそうかもしれませんが、やはり非常に専門的に過ぎる部分がありますので、一般の方々についての議論を深めるにはやっぱり十分でなかったという側面があるんだと思います。で、そこについては屋上オフという話がありましたが、まあ、それを改めて行うことを僕は別に平時点とってますが、それを回避する必要はないと思いますので、そういった議論がやはり足りないとすれば、そういった意味での理解を促進するという観点からも議論をしていただきたいというふうに申し上げたのであって、具体的にどんなテーマでどんな人を集めてどんなことをということになりますと、今申し上げたような範囲のことを今想定するにすぎませんので、まあ、県の方でどういうふうに受け止めて今後どんなふうにしていただくのかということは、また県での議論をしたいと思います。ごめんなさい、今も結局抽象的な話ばかりで正直よくわからないんですよ、何をする組織なのか。で、結局何をする組織かよくわからないんで、皆さんから今日たくさんご意見が出ているんだと思うんですよね。で、それは屋上部を課すことによって、普段私たちがこうやってお会いさせていただいている方だったり、議論していただいている方であれば、これまでの議論の経緯とかを分かってるだろうなだとか、県民の方の思いだとかっていうのを分かってるだろうなっていうふうに思うんですけど、そうじゃない方が突然来られてっていうことになると、どうしてもやっぱりそれは警戒感を抱いてしまいますよね。だからこそ具体的に何が必要なのかっていうことをもう少し明確に示していただかないと、これ、まあ、今日県に打ち返したって言ってるけど、そのじゃあ検討委員会だとか評価部会と違うものとして何が違うのかって小林さん分かりますか？お答えいただけますか？今日ですね、突然言われた話なんで部長が申したようにですね、まあ、そういった内山さん的な中立的な措置が必要だということであればですね、どういったやり方があるのか、どういったごめんなさい、そうではなくて、今あるものとの違いってどういうふうに認識されますかという質問です。いや、そこも含めてですね、これからちょっと検討したいということです。当然今検討会したいんですね、甲状腺部会もございますので、それとの違いもこれから、やらなきゃいけないし、それは今日星さんがいろいろお話されたり、我々がこの1時間ぐらい質疑応答させていただきましたけど、その中で具体的にイメージできるものはありましたか？マイクを取っていただけると。ですから、その前の言葉ございましたよね、その第三者的とか中立とか科学的評価とかいろいろあったんですが、
多分私あの県民の理解を助けるという言葉もあったと思うんですけど、今の段階では星さんがイメージしているものは理解ができないんですよ。なのであの聞いた方で分かった方がいらっしゃったら教えてほしいなと思って小林さんにお伺いしたんですけど、分かりました。ちょっとお待ちくださいね。お答えできますか。まあ、答えられないなら答えられないでいいですよ。分かんなかったっていうことだと思うんで。どうぞ。はい。相馬の医師会長の堀川なんですけども、双葉の医師会長の堀川なんですけども、前もここでお話したと思うんですけども、原発事故現場から阿武隈山脈を越えて中通りに来ると、原発の現状がかなり薄くなると。で新幹線に乗って東京に行っちゃうともう全然わからないと。でそもそも原発事故っていうのは東京電力の、福島県民は東京電力は使ってません。これは関東に送るための電力。ところがもう東京に行っちゃうと、ここにいらっしゃってる報道機関の皆様が全部一生懸命こう真剣になって報道してくださいますが、あのその報道されるのも我々福島県民にとってみれば、あの我々は毎日新聞2面から3面ぐらいを全部原発事故の、記事が載ってます。ところが、新幹線に乗ってしまうともうその記事はほとんど1ヶ月にいっぱい見るか見ないかだというような話を聞きます。であの県民の理解を得たいっていうようなお話をしてるんですけども、っていう話になってるんですけども、福島県の中でもやっぱり理解できないような、その現場から離れれば理解できないようなパターンもあるし、理解してる人の声は高く上がらないけども、理解しようとしない人の声は高く聞こえてます。でじゃあなんで理解しようとしないかっていうと、メンバーが悪いんだと、国の肝入り、それで入ってきてるメンバーでしょっていう言い方を結構耳にします。ですからあのそういう、いや星先生の気持ちは分かんないんですけども、私はそういう意味を込めたのかなっていうふうに捉えて、あの理解する、理解してもらうっていうことが大事な不安を除く大事なものだと思うんで、そのもうちょっと人の話を聞いたり、悪いものは悪いっていうのも当たり前なんですけども、もうちょっと理解しようとしない人たちにも理解していただければなと思います。私はそういう意見だと考えて説明します。他の質問なんですが、そろそろあの終了時刻が近づいてまいりましたが、最後1問程度させていただきたいと思います。初回から質問ではあるとか、はい、一応こう見ながらさせておりますので、はい。はい、じゃあ最後に、はい。ラスト1問ということでお願いいたします。じゃあ他の方でもいいですか？はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、今回最初から4時半までというふうにアナウンスさせていただいておりますので、すいませんが今回よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ最後の質問ということでお願いいたします。LCM プレスのお所理といいます。よろしくお願いします。男女比について伺いたいですが、男女比は何度も清水和夫先生が質問されておられて、何も答えがないんですね。平成25年の6月に清水先生が委員になられて、初回目も2回目もずっと質問されています。数えたんですが、今日で男女比の質問7回目です。はい。で、初めの方は鈴木伸一先生が、途中なんで結果が出揃ってない、わからないという回答で、今日はあくまでも結果検討しないとわからないというご回答でした。で、先日の国際専門家会議の私も2日とも全部一日中取材したんですけれども、
言及しておられたベラルーシ医学アカデミーのユーリ・デミチュクさんが、被爆軍と非被爆軍の、まあ、いろいろな3つの大きい差のうち1つが男児の割合が高まっているということでした。で、まあ、そのデミチュク論文以外でも、例えば日本国内でさまざまな学会で原発事故後いろいろな方々が自分が持っておられる小児甲状腺がんのデータを出しておられます。去年の甲状腺学会では大分の野口病院が1961年から2013年までの、109例の19歳以下の乳頭がんの例を出すと14対94で圧倒的に女子が多かったんです。このように集められるデータ検討できるものがあるにもかかわらず男女比に関する疑問を3年半放置しているのはなぜでしょうか。まあ、県民の理解を助けるということで議事録や傍聴に来られている方がもう100人近くおられますので、なぜずっとずっとたびたび出てくる質問の回答が出てこないのかというのは県民の理解を助ける上でもすごく単純な話だと思うんですが、集めようと思えばさまざまなデータを集めて検討することはすぐにでもできると思うんですが、いかがですか。はい、男女比の問題、それもそうですね。はい、大空先生何かコメントがあります。まず男女比の問題ですけれども、スクリーニングではなくて、まあ、臨床的に見つかっている甲状腺がんで、若い時の方が男女比は小さくてだんだん男女比が上がっていくということはこれまで分かっています。で、ただその臨床的ながんの比率、その若年者でもあの比率に比べて今回検診している比率は確かにですね、男女比の割合が、臨床的なものよりは少ないということですけれども、それがどうしてかということに関しては、まあ、現段階ではちょっとまだ分からないというのが先ほど清水先生との議論でもあったところです。はい、そうですね。で、私も清水先生のご指摘からさまざまな世界の論文をずっと調べているんですが、スクリーニングによって男女比が縮まるという論文はないんですね。逆にスクリーニングによって男女比が広がると、女子の割合が多くなる方が、そういう論文はさまざま海外には出ています。スクリーニングをして男女比が縮まるということに関してはやはり大きな疑問がどの文献を調べても残るんですね。なのでこの疑問に関するご回答が3年半毎回で質問に、まあ、ほぼ毎回出てるけども回答が出ないというのは、すみません、それはどこで検討されてどういう考え方なんでしょうか。もちろん臨床の比率とスクリーニングの関する論文も読んだ上で質問しております。今その読まれた論文の多くはですね、スクリーニングして比率が上がるというのは大人の例が多いと思います。で、こういう年齢での時にどうかっていうことに関してはまだちょっと結論が出てない。しかもそのスクリーニングの感覚とか、それからスクリーニングをやってる機器も時代で違いますから、そこら辺をこう総合的に判断しないと難しいと思います。おっしゃる通りだと思いますが、その頻度でおっしゃるならスクリーニング頻度とこの2年に1回20名30名の検査での、今回68人発生しているということで、スクリーニング頻度と疾患発生頻度を相関して判断できることもいろいろありますよね。すいません、そのことを検討されている、もしくは議論するのは甲状腺評価部会だと思っているのですが、なぜ20名が終わったところで甲状腺評価部会が開かれないんでしょうか。前回では20名が終わった段階で甲状腺評価部会を開催すると、そのようなご回答を一旦いただいておりますので、それが変わって、まあ、国際専門家会議の何とか受けてというふうになって、もう少し驚いたんですが、前回と考え方が変わったということですか。そこはちょっと誤解しないでいただきたいんですが、甲状腺評価部会については2巡目の検査のデータの 出方を見て開催をします。で、座長からも、まあ、ごめんなさい、座長ですか、部会長ですか、からもご意見いただきますので、メンバーについても必要ならば見直しをする必要があると思っています。で、これとはまた別な次元で私が申し上げたので混乱させてしまっているのかもしれませんが、それをしないとは申し上げていません。わかりました、ありがとうございます。すみません、ちょっと意地悪な質問なんですが、国際的、科学的、中立的、専門的、第三者的とおっしゃったこの国際専門家会議は星先生ご自身は出席されておられたんでしょうか。はい、
その専門家会議に、国際専門家会議に、あの笹川財団が開かれていた国際専門家会議に、星先生ご自身は出席されておられましたか？私は言っていません。提言を読まれたのみということですね。あ、提言を読みました。わかりました。でも、あの、まあ、ちょっと時間でございますので、最後に質問させてください。ベラルーシのデミチクや、ウクライナのボグダノワ、ロシアのルミアンツェフ、チェルノブイリ原発事故での小児甲状腺がんについて発表された3人の研究者は、甲状腺検査についてとても有益だと、するべきだと、超音波スクリーニングすると無再発生存率が高まると言ったのはルミアンツェフです。頻度が高まっている微小がんを検査することが重要だというのは立原でした。あの、専門家とおっしゃいましたが、チェルノブイリ原発事故で小児甲状腺がんを調査した3人の専門家は、3人とも小児甲状腺検査の有益性を話しておられました。ですので、提言だけ読んで、ちょっと、まあ、私、地割れの取材をしましたが、提言作成会議で協議した翔平専門家は、彼らの発表を聞いておられない方が何人かおられるんですね。ですので、まあ、提言だけで判断するのは、あの肩書きと提言だけで判断するのは少し、問題があるのではないかと思っています。はい、ご意見ありがとうございます。はい、終了時刻になりましたので、本日の検討委員会後の記者会見を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。星先生、すいません、 NHK の三田ですけども、ちょっとあの記事で間違えたら困るので、数点事実確認だけさせていただいてもいいでしょうか。すいません。あの2巡目の、評価部会、先ほどなんか3月に、あの3月をめどにも開くことになるかもしれないとおっしゃったような気がしたんですが、そのようなスケジュール感として捉えて大丈夫ですか？これはあのデータの出方と見てです。具体的に3月ということを明示的に言ったつもりはありません。あの出方を見てと言ってます、はい、ただ3月ぐらいに出そろうんじゃないかという話を聞いたということで申し上げました。ですからそれに遅れを取る必要はないと思います。はい、早くてそしたら3月っていうことなんですか？わかりません。あの相談をしてできるだけ早くあの議論を始めたいと思います。はい、以上で終了いたします。ありがとうございました。